ラストドライブ、主編脳を決意したドライバーのストーリー。愛知県の自動車保有台数は500万台を超え、全国1位であるほか、買い物等の移動手段で自動車を使用する比率は全体の76%を超えるなど、当県は全国有数の車社会といえます。また、運転免許保有者数は東京都、神奈川県に次いで全国3位、約512万人。特に70歳以上の高齢運転免許保有者は全国1位、約72万人で、この数は高齢社会の到来に伴い急激に増加しています。こうした社会情勢を反映し、当県のみならず全国的に高齢運転者が第一原因となる事故の割合が増加しており、とりわけアクセルとブレーキの踏み間違いなど、運転操作の誤りによる死亡事故が多発し、マスコミに大きく報道されるなど、社会問題となっています。そこで、警察に運転免許証を自主返納された方に、返納を決断した理由などを聞き取りましたので、自らの運転を見つめ直していただく一助となれば幸いです。なお、現在警察では、運転に不安を感じた場合、高齢者やそのご家族の皆さんが相談できる専用ダイヤル、シャープ晴れ晴れを開設しておりますので、どうぞご気軽にご相談ください。私は妻と2人で暮らしています。車の免許を18歳の時に取り、その後2種の免許を取ってバスの運転手をしていました。退職後も毎日運転をしていましたが、2年くらい前だったでしょうか。同乗していた妻に危ないと注意されました。妻には横断者や車が見えて危険が迫っていることが分かっていたのに、私には見えていなかった。歩行者がいることに気がついていないまま運転していたことが分かりました。それ以来運転するのが怖くなり、家族と相談して更新の時期が来たら免許を返納することにしました。返納を決めてから目的地まで公共機関を乗り継いでいく練習をして、公共機関を利用することにも慣れました。また、車を運転しない生活を2年してきたので、今後の不安はありません。私は子供世帯と一緒に暮らしています。車の免許を20歳の時に取りました。この年齢で驚くかもしれませんが、年間3万キロ走っていました。私は階段を一つ跳びに歩くなど足腰を鍛えていますし、運転に関しても今まで違反や事故もなく、身体的な衰えもないので免許の更新をする選択もありました。しかし、バスや電車を利用して移動するなどシミュレーションを繰り返した結果、車のない生活ができると確信したこと、元気でピンピンしているうちに交通事故をしないうちに返納することを優先させ、更新の時期に返納することにしました。ヨボヨボになってから返納してバスや電車を利用しても意味がないのではないかと思っています。また、返納した今日から第4の人生だと思っていますし、無事に返納できたことはマラソンに例えると完走したような気分です。私は旦那と2人で暮らしています。車の免許を28歳の時に取り、買い物や旦那の通院のため運転していました。また、旦那は車が好きで、3年ごとに新車に変えていましたが、今回初めて車検を受けました。私は60歳になった時、75歳になったら免許を返納すると決めていました。今年75歳になったため、返納する前に友達に返納することを話したら、返納すると認知症になるよ、もったいないなどと言われましたが、迷わず返納することにしました。今日、
平張試験場に行く前に新聞を読んでいたら、76歳の運転者が歩行者を2人跳ねたという交通事故の記事がありましたが、やっぱり事故の当事者になるのは怖いですし、運転ができなくなってから返納するのは嫌なので、無事に返納することができてよかったです。私は現在家内と2人で暮らしています。車の免許を21歳の時に取り、70歳まで仕事で車を運転していました。仕事を辞めた後も買い物に行く時に運転していましたが、近頃物忘れが多くなってきて、家族から病院で見てもらうように勧められてから運転していません。そして家族に付き添われ、病院で見てもらったところ、アルツハイマーと診断されてしまったのです。私の病名が分かった途端、妻は私の免許証、財布、車の鍵を取り上げ、私が外出できないようにしました。さらに、これからどうするのか家族で相談した結果、更新の時期に返納すること、返納するまで運転しないことを決めました。これからは家内や息子に乗せてもらいます。私は家内と2人で暮らしています。車の免許を25歳の時に取り、週2日から3日、買い物や病院へ行く時に運転していました。今まで事故を起こしたことはなく、運転に自信がありましたが、東京の事故以降、全国で高齢者による悲惨な交通事故が発生し、私もいつ何時当事者になるかもわからないと思い、家内と相談して更新の時期に返納することを決め、車を先週売却したところです。これからは毎日1時間歩いていますので、歩けるところは歩き、どうしても車が必要な時は娘にお願いするかタクシーを使います。本当に元気なうちに事故を起こす前に免許が返納できてほっとしています。私は主人と2人で暮らしています。車の免許を22歳の時に取り、毎日買い物など行くため運転していました。しかし先日、前の車の後ろで停止している時、運転をミスって追突事故を起こしてしまったのです。初めてでしたが、交通事故を起こして主人や子供から、もう運転しない方がいい、免許を返納した方がいいと言われました。私は運転を続けることで、今度は取り返しのつかない事故を起こすかもしれない、事故をしてしまってからでは遅いと思い、更新の時に返納することを決めました。私の住んでいるところは坂が多いので、車の代わりに電動の自転車を買い、それを使って買い物などに行きます。私は家内と2人で暮らしています。車の免許を20歳の時に取って、買い物や通院する時に運転をしていました。また今まで交通事故を起こしたことがなく、車の運転には自信がありました。しかし昨年からヒヤリ体験をよくするようになったのです。例えば横断歩道を横断している方がいるのに、私には横断者が見えず、そのまま進もうとして助手席の家内から危ないと言われたことがありました。私はこのような状態で運転をしていたら、全国で発生している大きな事故を起こすかもしれない、事故を起こせば家内や医者である息子にも迷惑がかかると思い、返納することを決めました。これからは家内に乗せてもらいますが、事故を起こす前に返納ができて本当に良かったと思っています。私は家内と息子の3人で暮らしています。車の免許を21歳の時に取り、週2日から3日、買い物や病院へ行く時に運転していました。こうした中、去年同世代の方が全国で大変な交通事故を起こしているのを知り、他人事ではないな、もしあんなことがあったら息子にも責任が及び、
大変なことになるなと思い、運転を続けるか返納するか考えました。私は耳が年々遠くなるなど身体が衰えてきていることを自覚しているので、何かある前に返納することを決めました。これからは今月中に車を処分することになっており、車が必要な時は息子に乗せてもらうことになっています。私は主人に先立たれ一人で暮らしています。車の免許を29歳の時に取り、毎日買い物や病院へ行くため運転していましたが、1ヶ月ぐらい前、自宅のすぐ近くにバス停ができました。このことをきっかけにバスで移動する練習をしたり、電動の自転車を購入してスーパーへ買い物に行ってみたりしました。その結果、車がなくても生活していけると思ったので、思い切って車を処分し、更新の時期が来たら返納することを決めました。これからは太極拳など3つのお稽古事へはバスや自転車で通います。また、どうしても車が必要な時には、娘がすぐ近くに住んでいますので、娘にお願いして乗せてもらいます。私は女房と二人で暮らしており、車の免許を29歳の時に取り、週2日から3日、買い物や通院する時に運転していました。しかし、半年くらい前だったでしょうか、国道を逆走してしまったのです。幸い交通事故にならずに済みましたが、あの時対向車と衝突していたらあの世に行っていたと思います。私は妻に逆走してしまったことを打ち明けて、これからのことについて相談しました。相談の結果、次の更新の時に返納することと、返納するまで車の運転をしないことを決めました。あのまま運転していたら大事故を起こしていたかもしれないので、無事に返納できてよかったと思っています。これからは極力歩きます。どうしても車が必要な時には女房に乗せてもらいます。私は現在一人で暮らしています。車の免許を25歳の時に取り、 2,3 年前までよく運転していましたが、最近は週1回ぐらいしか運転していません。今まで運転していて事故したことは一度もありませんでしたが、昨年11月に初めて交通事故を起こしてしまいました。事故は追突で、幸い相手の方に怪我はありませんでしたが、東京の事故など高齢者の事故が何件も発生していたことから、小さな事故のうちに大きな事故を起こして人様を傷つける前に返納することを決めました。これからはスーパーまで歩いていたり、場合によっては自転車を買おうと思っています。車が必要な時はタクシーで行く予定です。車の年間維持費を考えればタクシーを使っても安くなると思います。私は主人と二人で暮らしています。車の免許を35歳の時に取り、毎日買い物や病院に行くため運転していましたが、1年くらい前から案内看板などが見えにくくなってきました。このことを友達に相談したところ、物が見えにくくなったということは運転をやめるサインじゃないの、何かあったら大変だよと返納を勧められました。私は車で遠出はしないし、近くの決まったところにしか行きませんので大丈夫とも思いましたが、何の根拠もなく、いつ何が起こるかわからないと思い、更新の時期に返納することを決めました。これからは歩いて行ける範囲内で買い物ができるところを見つける予定です。また近くに住んでいる娘が週末等にまとめ買いに連れて行ってくれることになっています。いかがでしたか。
ご自身の運転を見つめ直すきっかけになったでしょうか。自動車の運転に少しでも不安がある方は、取り返しのつかない交通事故を起こす前に運転免許の自主返納を検討してください。運転経歴証明書をご存知ですか。運転免許を返納して5年以内の方、平成28年4月1日以降に運転免許を失効して5年以内の方は、運転経歴証明書を申請することができます。運転経歴証明書は本人確認書類となるほか、店舗での割引など様々な特典がありますので、詳しくは愛知県警察ホームページをご覧ください。